茨城県道3号筑波の田線筑波未来市高岡、千葉県道3号筑波の田線の出市中野台茨城県道、千葉県道3号筑波の田線は、茨城県筑波市から、上層市、坂東市を経て、千葉県の出市に至る県道である。茨城県筑波市の国道354号との交点である、福田坪交差点を起点とし、上層市の菅尾南交差点。 坂東市の矢作交差点、利根川に架かる、目吹き大橋と経て、千葉県野田市の埼玉県道、千葉県道19号越谷野田線との交点である、野田京化交差点を終点とする、東西約 27km の主要地方道である。並行する道路として、北側の国道354号と南側の都市軸道路の中間に位置し、 茨城県南地域と千葉県の田市を連絡する重要な幹線道路となっている。なお、茨城県道3号、千葉県道3号は1982年まで主要、地方道成田牛区線で使われていた番号である。1994年4月1日、主要地方道土浦の田線は、前年に土浦市、岩井石間が国道354号に部分昇格されたため、 県道取り筑波線の旧道の一部、県道や田辺省、町線の一部重複区間、県道省、町小絹線、小山菅尾小絹停車場線の一部重複区間、県道土浦の打線の残存区間を統合して、起点を茨城県筑波市、終点を千葉県の田市とする新たな主要地報道として、筑波の打線が路線認定された。同時に、県道土浦の打線と県道省、 超小絹線も廃止された。翌1995年の整理番号変更により、整理番号3となり、現在に至る。目吹き大橋周辺では、渋滞が慢性化している。この混雑を解消するために、下唄と根大橋が作られたが、有料道路のため経営するドライバーが多く、交通の分散は、進んでいない。また、 目吹き大橋周辺道路4車線化計画があるが、野田市側が難色を示している。つくばエクスプレス未来平駅開業に伴う、沿線開発により、交通量の増大が見込まれている。未来平駅付近は拡幅され整備が進んでおり、つくば市つくば未来市境付近では、かなりの境愛区間を残している。つくば未来市小町つくば未来市、杉下間の道路拡幅と、 歩道整備の工事が事業中である。道路法の規定に基づき、茨城県内のつくば来らいしこぎぬ番道市、むしろ内間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。